こんにちは、セリアでリピート品含めめっちゃ便利な商品を購入したのでご紹介します。1点目はセリア猫ピカペタコラシンク洗いです。こちらは日本製で国母工業所産の製品です。材質がポリウレタンフォームアクリルです。シンク周りの汚れ落としと書いてありますね。もちろんお皿を洗っても良いと思います。私はシンク洗い用として使おうと思います。もう少し小さい白猫ちゃんタイプもあるんですけども、私が見た時はこの大きめの黒猫ちゃんしかなかったです。この裏面の白い部分にセロハンがついていて、でそこがペタペタしていてね、ひっつくようになっております。それでは早速つけてみますね。軽くポンと押し付けただけなんですけども、ピタッと綺麗につきました。シンク周りの掃除をする時はポンと外して、で黒の猫ちゃんのスポンジの方でね、ザーッと洗うだけですね。このスポンジの一番良いところは、取り外すとそこの面も全部きれいく洗えるんですよね。今までの浮かせる収納ってその部分がね、洗えなかったのがプチストレスだったんですけども、この商品は見事解消です。カーブのところにもつく優れものです。とっても便利で気に入りました。洗面所にも購入したいですね。小さな白猫ちゃんがあったらお手洗いの水回りにも使いたいですね。2点目は卵の穴開け器猫ちゃん型です。卵の殻むきってうまくいく時といかない時ってありますよね。でこの種類のこういった卵の穴開け器が出た時からずっと気になってたんですけどね、猫ちゃんパワーでやっと購入できました。サイズは 44×65×27 です。耐熱温度が70度、耐冷温度が−10度です。生卵に小さな穴を開けて茹でることで、ゆで卵の殻がスルリとむけます。今はロックがかかっている状態なので、オンにしてロックを解除します。使用後はすぐにオフにしてくださいね。夫が知らずにボタンかと思って押してみたそうなんです。すると針が出てきてね、ギャッって言ってましたんでね。今オフなのでオンにして卵の殻に穴を開けたいと思います。簡単に穴が開きました。楽しいですね。3つ穴を開けて1つは開けずに茹でたいと思います。私はいつもゆで卵マシンで卵を茹でます。これとっても便利でね、電子レンジチンで出来上がるんでおすすめです。これ穴を開けた分ですね、白身が出てきてますね。それでは水に入れたいと思います。ちなみに穴を開けなかった卵は最後に入れたこの一番赤い卵です。それでは殻を剥いてみますね。はい、見事にきれくつるんと剥けました。嬉しいですね。やっぱりね、全部つるんと剥けますね。今まで苦労して剥いていたのが何だったんだろうなと思いますね。ただですね、この穴を開けなかった卵もきれく剥けたんですね。でもね、ちょっとだけ失敗したんでね、それを取ってワンコにあげました。お座り、じゃあお座りね、どうぞ。ちゃんとオフにしてますね。冷蔵庫にペタッとね、マグネット式で貼れるんでね、またこれが可愛いですよね。はい、もうこれはめちゃめちゃ便利なのでおすすめです。こちらはリピート品です。立つミニブラシです。私はもうこちらはね、野菜の皮、ごぼうの皮ですね、こちらを洗いながら剥くっていうスタイルで使っています。サイズは 6.4×5.9×8 です。材質はポリプロピレンです。洗い物をする時などでも自立するのでね、便利ですね。ごぼうの皮はいつもこんな風に剥きます。もうこれめっちゃ便利です。包丁の背の部分ですると飛び散りますしね、皮取りすぎますしね、これほんとめっちゃおすすめです。こんな風に引っ掛けて収納しています。次はまな板シートです。サイズに合わせてハサミでカットするタイプです。材質はポリエチレンとポリプロピレン。サイズは幅が24センチ、長さが120センチあります。あと厚さが 0.38 ミリです。嬉しいポイントがたくさんあります。素材の色移りを防ぎます。あと切った素材の移動も簡単です。あと魚や肉などの匂いが気になる時にも使えますね。紙タイプのまな板シートは使ったことがあるんですけども、サイズが決まってましたし、あと一度使うと切れてしまってたんですが、こちら少し分厚いですし、素材的にもね強そうなんで期待できます。ザラザラの面を上にして使います。ではちょっとカットして早速使っていきたいと思います。使いたいサイズにカットできるんでとってもエコです。根の部分はまた植えますんでね、長めに切っています。はい、違和感なくカットできます。すごく切りやすいです。そして切った食材の移動がこんなに簡単にできます。ネギってね結構ねお皿に移すのって大変ですよね。まな板への色移りも防げるので嬉しいですね。はい、全く切れてないですね。 0.38 ミリあるので丈夫ですね。これ絶対さっとね洗って乾かして再利用します。この撮影の後もこのシートを洗っても4回ほど使用してるんですけども、全く切れてないですし、軽いんでさっと洗ってピンチで干して吊るしてるんですね。もうすごく重宝しています。キッチングッズが続いたんですけれども、ここでちょっと可愛いものをご紹介したいと思います。ダイソーで購入しました。もちまるマスキングテープ100円です。サイズはグレーの太い方が 1.5 センチ ×6 メートル、ピンクの細い方が 0.7 センチ ×6 メートルです。材質は紙とアクリル系粘着剤です。肉球とあともち丸のハンコですね。可愛いですね。私は細いタイプをよく使います。ラッピングする時とかも簡単にカットしてパッと貼るだけでおしゃれになるんですよね。もちまるくんが映っています。可愛くて癒されますね。今回の購入、猫靴多いですね。猫好きにはたまりませんね。マスキングテープを集めてるっていうわけじゃないんですけども、これは一目見てもう惚れ込みましたね。かわいい。はい、次は旅行の時も大活躍する仕分けられるエヴァスライダーポーチです。小物ケーブル類の収納に便利ということで、ラベルシールがね2枚ついてます。サイズは 20×15.2 センチです。材質は本体とファスナーはエヴァ樹脂です。スライダーはポリエチレンです。ケーブル類ってどの分か分かりなくなりますよね。ラベリングすることですごく分かりやすくなると思うので、いくつか買って揃えてね保管するといいかもしれないですね。私は今回は旅行やあと保管にもいいかなと思ってこちら購入してみました。それでは今から入れてみますね。最近よく使用しているノードグリーンの時計です。交換ベルトがあるのでなくしたら大変だと思ってずっと保管方法を考えていたんですね。ではこの交換ベルトとあと今つけているノードグリーンさんの時計と入れていきます。ノードグリーンさんいろんな交換ベルトがあるんですけども、今この持っている黒のカジュアルなナイロンベルトにはこの交換の金具があるんですよね。めっちゃ交換しやすいんですけどね、これはねなくさないようにしないといけないんで、このポーチ持ってこいだと思います。今つけている紺色のストラップはビーガンレザーなんですね。本革ではないんですけども、そこがエコだなと思って気に入って選びました。ちょうど入りましたね。旅行とか出張の時に服装に合わせて時計を変えることあると思いますし、私は撮影で、ね、時計を持っていくこととかがありますので、こちらのポーチとっても便利ですね。ポポーチの素材がエバ樹脂なんですね。環境に優しくって燃やしてもダイオキシンといった有害物質を発生しないですし、リサイクルも可能なんですね。あと耐久性にも優れてまして、大事なものを保管するにも適していると思います。ただですね、気をつけていただきたいのが耐熱性が低いんですね。ですのでコンロの近くに置いたり、夏場の車の中ですねに置いていくのはちょっと怖いかもしれないですね。お気をつけください。あと旅行といえばアクセサリーの保管も迷いますよね。イヤーアクセサリー2種類と、あとネックレス入れたいと思います。こちらムームさんのですね、バテーですね、バテー型イヤリングですね。このネックレスもムームさんの分ですね。これすごく重宝してますね。サングラスかけれるんですよね。だから旅行なんかほんとこれからの時期持ってこいだと思います。綺麗に入りましたね。仕切りがついてますので絡まることないですし、大事なアクセサリーを傷めることなく旅行とかね持っていけそうですね。3つポケットのエヴァスライダーポーチ、こちらとっても便利なので買い足したいと思います。こちらは宅配用のビニール袋6枚入り A4 対応です。原料樹脂はポリエチレン、耐冷温度はマイナス30度です。レンジとオーブンはね使えませんのでね、お気をつけください。サイズは縦 375mm、横 250mm、厚さ 0.06mm です。嬉しいポイントがいくつかありまして、内面が黒色で中身が透けないんですね。あとテープ付きなんでね、梱包が簡単にできます。雨や水濡れにも安心です。袋に直接住所などね書くことできます。と強い粘着力で無断開封の防止になっています。ね、送りたいものありますのでね、実際に梱包したいと思います。私はいつもお友達に何かあげるとき、プレゼントするときはこういった透明の袋に入れますね。でこちら樽梅由美のロゴが可愛い巾着ですね。由美さんの巾着、こちら包みたいと思います。こういった透明の袋ってね、ちょっと入れるだけでね可愛くなるんで、ハロウィンとかバレンタインの時とかもよく使いますね。はい、そしてもちまるちゃんのマスキングテープで後ろを留めます。はい、今回はこれで便利な商品と可愛いグッズですねのご紹介以上となります。少しでも良かったと思ってくださったなら高評価を、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でもお会いしましょう。さようなら。